らにはない。いろんな会社がいるせい、まあ梅田とかハーフなんとかね、いろんなあれができますけど、これは、どういったところですか。もうさっきぶっちゃけちゃってたけど、ファブルのエンディングの候補で作ってたやつ、うん、だからほんまの着想は、うん、佐藤が陽子のこと他人で登録してるんですよ、競馬を。そっからなんかどんどん転がしてる、うんうんうん、梅田のことだよね、うん、今ですね。まあそのなんかあまりそのなんていうかな、なんかでも最終的にはあんま限定したくなくて、なんか誰との関係のことなのかっていうのは、まあできる限りこう絶対この方向みたいな感じじゃないようにはしたいなと思ってやってました。なんかリスナーに委ねる。まあそうですね、そうですね、うん、てかまああなたが思うその他人大丈夫ですって感じです。梅田のことを知らない人はこれ聞いたら、うん、自分のパートナーだよ、うん、多分考えるし、梅田のことを知ってれば梅田のことなのかなって思うし、別にそこの解釈が多元的で許されるっていうこと、うん、でもその温度にしたのっていうのはどういったところだったんですか。なのでどっかに限定しちゃってもいいわけだ、逆に言えば。まあでも多分そのあれじゃないですか、ファブルのエンディングとして投げるにあたって、だから自分たちのことだけ歌っちゃうと伝わりづらいとこもあるじゃないですか。だから多分そのアニメを見るヒップホップを聴かない人が聴いても捉えれるようなテーマにしたんだと思います。結構すぐ書けた曲があるんですよ。30歳のやつはちょっと変わってないな、確かに。あの場所も内容も、だいぶ初期かな。そう、現時代はかなり初期からあって、みんなもあの全員バースは変えて全員の分は取ってますねってやつ。これもガガガってんな。そう、ちょっと俺調べていいですか、一瞬。パンチライン初公開なんだっけ。いや、まあ、そのパンチラインのところはもう覚えてるんですけど、それあれか、あれやった。ただ、食ってきたもん、見てきたテキスト、ほくろの位置、目や耳の形、譲られたものなんて一つもない、だから答えは一つじゃない、フレンドモブ仲間でも血は争えない、だから赤の他人なんて言わない、10人とよろじゃ足りないぐらい、生まれ育ち違った私、今は同じトラックでスピード、桜田ファミリアみてえに作る形、三角四角丸とかじゃなくて、これは円であり円、あの円ね、円とあの丸の方の円、ファミリー、ブラザー、仲間、同じ空、一つ屋根の下、ラップ以上、ギャング未満、これって英語でなんて言うんでしたっけ。これって英語でなんて言うんでしたっけ。エヴァバースの落とし。しかもそのそうラップ以上、ギャング未満って、その俺ら全くあんま、よくわかんない。ギャング未満って言うんだけど、ラップ以上、ラップ以上、ギャング未満、これって英語でなんて言うんでしたっけ。一応確認やったもんね、ここも歌詞っすよね。ラップとギャングは同じ尺度じゃないんですよ。しかもなんかそのラップ以上ギャング未満って聞いた時相当怖いのイメージしますね。そうだね、ですよね。なんで俺らに向かってこの歌詞当ててきたの。犯人からそれは犯人だから、あんま分かってないと思って。ほんであげた本当にこれって英語で言うの。さて何だったんでしょう。誰に聞いてんのもそのだけ結局何なん、ラップ以上その英語で何て言うんでしたっけ。何のこと本人しか知らないの。電話する。やめて。そこで答えられへんのか。これワンチャンそのラップ以上ギャング今あのこれってなんて英語でなんて言うんでしたっけって言ってファミリーって言ってくる可能性があるんですよ。うん、一回電話して。そのいやその例えばこれファミリーって言ってるとしたら、その4小節の一番最初ファミリーブラザー仲間って言ってるんですよ。ほんでラップ以上ギャング今これって英語でなんて言うんでしたっけ。ホーミーか。あ、ホーミーか。そういうこと。え、仲間だっけ漢字なんで、そういう意味。いや、そういうことか。ホーミーちゃん、ファミリーブラザーホーミーじゃなくて絶対そうや。ファミリーブラザー仲間、え、なぞなぞされてる。でも多分これだけ考える答えとあいつが考える答え違う。ちゃうかも。なんなんやろう。ちゃんと収録されへんからちょっと前聞かれる。いや、そうそうそう。なんで仲間なんやろこれ。ファミリーブラザー仲間ホーミーよくないそれ。超達人の領域なんですよ。その無意識でリリカルを生み出し続けるみたいな、そのこっちが数え歌みたいなこととか奇数の言葉選ぼうとか週7から1まで落としてとか、そういうロジカルじゃないところでとんでもないリリシズムを生み出すんで、やっぱね、シナリオなんですよ。思い出したんですけど、ガガさんがあのこれって英語でなんて言うんでしたっけって書いて、それ歌詞かわからんと森さんが英語に訳してくる。
あ、まあ、そうだよ。めっちゃおもろいよ。英語に訳してくれるんですよ。ってことかな。そうやったっけ。あ、ガガさんすごいよな。全員巻き込んでいくから。ちなみにガガさんと俺たちはマジで他人です。赤の他人。でもちょっと真面目な話で、まあ、受験を限定しない、しないようにしたし、まあ、そのアニメ向けに極力その広いレンジで撮れる歌詞にはなってると思うんですけど、やっぱ目立てそのみんな地元がネタじゃなくて、この約束というか、なんか場所があって、まあ、そこになんかまあある種約束できてるような人たちで、まあ言うたら本当土地のつながりとか、まあ、チンソルがつながりなんか当然だけど、本当ラップがやりたいだけで一緒にやってきた人間たちなんで、すげえ他人ってワードはいいんですよ。だからすぐしっくりフィットしたかなって。いや、これめちゃくちゃ参加してない自分はめっちゃ刺さりましたね、この曲、うん、結構割と一番好きぐらいにめっちゃ刺さる曲やなってなんか勝手思ってるっていうのはあるっすね。アルバム聴くたびに書きたかったなってめちゃ思わされます、うんうん、めっちゃ中身詰まってるのに2分半ぐらいで、うん、サクッと聴けるよな。そうなんです。この尺感も込みでめちゃめちゃいいです。大好きです、うん。でそう、KB リーグが一人一人に違っていて、それすごく梅田を象徴しているというか、うん、グループな、まあ、グループとか、ね、ユニットとかサイファーなんだけど、自我は、ね、一人一人ちゃんとあるっていう、ね、なんか一つじゃない感じっていうのは、やっぱ、なんていうの、同じ考えを持ってるわけじゃないんだけどっていうのが、やっぱ梅田のいいとこかなと思っていて、このフルさんの4小節、だいぶレベル高いですよ、うん、めっちゃ相談しながら。そうです、めっちゃ何回か書き直してもらえられました、ね、そうそうそう、はい、駒先の温度感だったりっていうのは、うん、な具体的になりすぎへんよりっていうのはすごいご相談しながら書いたっていう、うん、ありがとうございます。あとめちゃめちゃ小堂さんの1分の時に印象残ってるのが、ずっと見るのが小堂さん史上最大に最高にエロい声で歌ってくる芸人か。だから今収録されてるのが、うん、俺の中で一番エロい。いや、一応デモの時もっとエロかった。もっとエロくて、まあ、近藤さんとエロっていう概念の真ん中ぐらいでデモの時はもう限りなくエロの概念でKBD 以上エロビーム。そう、今は KBD 以上エロビーム。これって今なってるんですけど、はい、まあなんか、ほんまは最後のスピンショーみたいなことなんですよ。そうですね。実はなんか、まあ、ロデオとかで、まあ、13人とか、そういうのを割と強調しておきながら、でもやっぱ他人やっていうのは面白いんだなと思うので、まあ、個人的にはやっぱその最終他人であるっていうのは、みんな、全人類に。そう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 。なんか、それを隠して生きていく人たちもすごい多いというか、出会った場所が場所がゆえに、すごい俺らはそれを見つめ続けてる何年間やったし、これからも多分見つめ続けるやろうなと思います。でもそんな俺らが全く趣味、思考、考え方、キャリアの行きたい場所とか違う俺らが、でもそのラップっていうものの中では一つになれるっていうのは、ヒップホップラップのなんか成せる見技というか、すごい奇跡やなと思うんですよ。例えばクラス乗ったら仲良くなられへんやろなって人も何人かおるし、何一番喋りやすい口から青飛ばすんで何だって、めっちゃ喋るね。人狼始めた。でもなんか悲しい曲じゃないのがめっちゃいいですね。それは本当に、なんかそれをさっぱりした曲にしようみたいな最初からあって、打撃する、うん、エモチくなりすぎないで、そうそうだ、他人ってね、すごく突き放した感じなのかなと思うんだけど、でしかもそういうドライな部分もあるし、あれなんだけど、で、ペコも使うと離れずっていうみたいに、そういうちゃんと関係性はある、うん、一人では、ね、まあ、生きられないかったっていう意味での他人、まあ、そこら辺の思うかもしれない、僕はすごく好き。ありがとうございます。